タレントの手越祐也さん36がかつてレギュラー出演していた日本テレビ系世界の果てまで一手を毎週日曜午後7時58分に復帰することが29日の放送で明らかになりました手越さんが登場したのは番組のエンディングで近日公開として宮川大輔さんの人気企画世界で一番盛り上がるのは何祭りの一場面が流れましたそこでハッピー姿の宮川さんが手越さんに向かってお帰り と声をかけるシーンが放送されました手越さんは旧ジャニーズ事務所に所属していた2020年緊急事態宣言中の外出や飲み会の開催が報じられ同年6月に退所し同番組を拘板していました放送後 SNS は大いに盛り上がり特に X では手越くんがトレンド入り手越くん復帰すごい本当に復帰するとはめちゃくちゃ嬉しいといった多くの喜びの声が寄せられました